菅野真由は日本のモデル、タレント、元レースクイーンである。兵庫県出身。以前は長谷川真由としてクレイズアソシエーションに所属し、その後ースマイルに所属していた。2013年よりモデルとして活動開始。同年の東京モーターショーでは川原さゆりと共にエクソディブースのコンパニオンをしていた。2014年4月11日。 ラナエンターテイメントにより、エヴァンゲリオンレーシングの2014年体制として、渚カオル役のレースクイーンを行うことが発表された。しかし同年のスーパー GT には、同レーシングは出場しておらず、同年7月の鈴鹿8時間耐久ロードレースにて、R 級活動が行われたのみとなった。2015年、クレイズアソシエーションからイースマイルに移籍し、菅野眉に改名。 同年のスーパー GT GT500 オーテックレースクイーンを務める。オーテックのレースクイーンとしては初の1990年代生まれとなる。2016年度は引き続きオーテックのレースクイーンとして同年のスーパー GT GT500 に携わる。オーテックレースクイーンの2年連続起用は南千夏以来となる。2017年2月19日のブログにおいて レースクイーン卒業を発表。その後ースマイルを対象した。同僚だった安田奈々のツイッターによると、現在は淡路東西住とのこと。東京オートサロン出演でき。ありがとうございます。